はい、皆さんこんにちは。 NHK から国民を守る党参議院議員の浜田聡です。まず皆さん、この図を見てほしいんですが、これは何かと言いますとですね、イギリスの大手新聞、と言っていいのかな、ガーディアン紙がですね、2018年の12月7日に出した新聞記事の中にあった図なんですね。で、チャイナウォッチというですね、いわゆる中国共産党のプロパガンダの新聞になります。で、これがですね、世界で配られているということになりまして、アメリカであったり、ヨーロッパであったり、オセアニアなど、全世界で配られているのがわかります。で、一番大きな円がですね、やっぱり日本なんですよね。日本は毎日新聞を通じてですね、このチャイナウォッチ、中国共産党のプロパガンダに、ある意味ね、ちょっと協力している可能性があるんではないかということをですね、がわかる、示唆される図になります。チャイナウォッチについてはですね、動画説明欄にリンク貼っておきますので、もしよかったら見てください。これについてはですね、2018年の9月の段階ですね、先ほどの記事が出る3ヶ月前ですかね、トランプ大統領がツイッターで、指摘をしているわけなんですね。で、これらについてですね、私、今年の3月19日の参議院財政金融委員会で取り上げさせていただきました。で、こちらのね、動画についてはですね、このチャイナウォッチについて、チャイナウォッチと毎日新聞との関連についての質問の部分だけをですね、先日、YouTube の方に動画として上げさせてもらいました。数分の動画なんですけど、おかげさまでですね、私のチャンネルにしては、再生回数が伸びてですね、12万回、もうすぐ13万回に行きそうな勢いであります。どうも、見ていただいている皆様、どうもありがとうございます。で、おかげさまでですね、コメントもたくさんいただきました。そのコメントをね、一つ紹介させていただきます。いろんなね、意見があると思いますので、どんなコメントも、書いていただいて結構だとは思います。ちょっとね、批判的な、コメントがあってですね、悪く言う意味ではありませんが、ちょっと紹介させていただきます。甘い質問の仕方のようだ。これで確信に迫れるわけはないと思うが、というですね、批判的なコメントなんですね。でも、コメントいただいた方にはね、ありがたいと思います。でですね、今回の動画ではですね、委員会での質問の意義ということをね、考えてみたいと思います。確かにね、この方のおっしゃるようにですね、すべての質問において、確信に迫れればいいんですけど、あまりね、そういうわけにもいきません。そんな質問ばっかできるわけでも、ないわけなんですね。で、今回の動画ではね、質問、委員会での質問、あるいはね、質問主意書っていうのも、あったりするんですけど、国会でのね、質問に関する意義というものを少しだけ簡単に考えてみたいと思います。で、一つね、本を紹介させてもらいます。これはですね、国会質問制度の研究、質問主意書1890から2007というですね、本なんですね。田中伸一郎さんという方が、書かれた本になります。で、ちょっとこの本の一部をね、紹介させてもらいます。で、その本の、本の一部なんですけど、質問主意書の役割ということで、文書で、内閣に質問できる質問主意書っていうのが、あるんですけど、それにどういった役割があるのかっていうことをですね、5つほど挙げられておられたんで、そのうち一部を紹介します。で、それはね、準不動なんですけど、で、ここでまず一つ挙げたいのが、政府の政策に影響を与える役割ということなんですね。で、例えば、今回はね、この本では質問主意書のところになるんですけど、委員会でのね、口頭での質問も、同じようなものではないかなと思うんですけれど、例えばね、こうこうこうすればどうですかということで、提案をしてみると。そうすると、政府の方が、それはいいアイデアですね。前向きに対処します。進めていきます。みたいなね、やりとりなどが、を考えてください。そういったね、なんつうのかな、そういう政府の政策に影響を与えるような質問、
をですね、まあ、いい質問という、まあ、考えておられる方、もしかしたらいるのかもしれないんですが、まあ、確かにね、最もではあると思います。ただですね、まあ、結局、政府と、まあ、野党ってね、対立する立場でありますから、まあ、なかなかそうもいきません。で、まあ、この本の中でね、書いてあった、まあ、その役割について、他に4つほど、まあ、ありましたので、そのうち一部を紹介していきます。で、次、政府の政策に影響を与える役割以外にもですね、これ、行政機構としての政府見解を求める役割というのが、まあ、挙げられてですね、まあ、先ほど私が紹介した、ね、財政金融委員会でですね、まあ、チャイナウォッチとですね、毎日新聞の、まあ、関係についてのね、ついての、まあ、質問なんですけど、まあ、結局これはですね、毎日新聞という巨大新聞が中国共産党と、まあ、つながっているということについてですね、政府の見解をね、聞いてみたわけなんですね。まあ、だからね、まあ、必ずしもね、政府から前向きの答弁が、まあ、得られるわけではないが、とりあえず政府の見解を、まあ、求めてみたという、まあ、それはそれでね、一つの意義があったんじゃないかなと思います。で、あともう一つ、議員の意見、情報を政府に伝える役割ですね。まあ私としてはですね、まあ日本の中の巨大新聞である毎日新聞がですね、中国共産党とですね、まあおそらく、まあどの程度かわかんないんですけど、まあつながっているというようなことについてですね、まあ危機感ちょっと持ってほしいという意味も込めて、まあ伝える役割。まあそういう意味ではね、今回の質問についてはですね、政府の政策に影響を与えるというよりは、ね、2番目、3番目、行政機構としての政府見解を求める役割であったりですね、議員の意見、情報を政府に伝える役割。まあ、こういったね、役割としては、ね、まあ、役割は果たせていたんじゃないかなと思います。ちなみにですね、この、国会質問制度の研究という本にはですね、それ以外にも情報提供を政府に求める役割であったりですね、あとは、まあ、本会議委員会における質疑を補う役割なども、まあ、紹介されてましてですね、まあ、質問主意書の役割、ね、ということについてはね、一概に、まあ、政府から前向きな答弁を求めるだけではないのだということをですね、まあ、皆さんにも、まあ、知ってもらいたいなと思っており、まあ、今回ね、紹介をさせていただきました。まあ最近はですね、YouTube など動画サイトがある時代なんですね。ね、先ほど紹介した本が、まあ、書かれた時はですね、そこまで YouTube 動画サイトがね、反映したいとは言い難いんですけど、まあ今はね、全然違います。というわけでですね、まあ私の考えとしてはですね、まあ先ほどの本で紹介されていたね、役割に加えてですね、まあ、YouTube などで拡散をすることによってですね、国会のみならず一般の方々にね、広く周知してもらうことが、まあ、可能なことになりました。で、まあね、まあ、別に普通にね、動画でお話ししていてもいいんですけど、まあそれをですね、なんていうか、国会でこういうやり取りをしているのだということをですね、まあ皆様に知ってもらう意味でもね、非常に意義のある、質問が、まあね、できた可能性はあるのかなと思いました。まあ、その証拠にね、おかげさまで、12万回を超える再生回数がいただいた。しかもですね、高評価の割合が 98% も超えておりますので、まあそういう意味でもね、多くの方にご評価いただいたのではないかなと思います。まあ、あと最後ね、一つ提案ですけど、まあ、地方議員の方々もですね、皆様の自分たちのね、質問と、あとですね、なんつうの、まあ、各地方政府の方々の答弁、質問と答弁をですね、まあ、それぞれ質問ごとに動画にね、編集してアップするなどをしてみてもいいんじゃないかなと個人的には思っております。はい。まあ、今回の動画でですね、委員会での質問の意義、まあ、それに合わせてですね、まあ、質問主意書のですね、質問の意味など、皆様にもですね、まあ、周知をさせていただきました。皆様のね、それぞれ意見が終わりだと思いますので、まあ、もしよかったらね、コメント欄の方に動画、意見書いてもらえたらと思います。
ということで、まあ、もしよかったらね、チャンネル登録などをしていない方おられれば、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。というわけで終わります。参議院議員会館より NHK をぶっ壊す。はい、ありがとうございました。